ファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。まずはバファローズの先発山岡が京セラドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。インサイド見送っています。胸元へ決めてきました。ストライクです。変化球インコース、ストライクです。ワンボールツーストライク。外れます。高めのボール打ちました。ライトに上がった。ここは打ち上げています。上がりすぎました。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている太田。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。内へ食い込む変化球、ストライクです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ショートが構えます。大城が掴んでツーアウト。打席には3番バッター、ワンボーロン。ツーアウトになっています。マウンド上のピッチャーは山岡、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー1塁。バッターは DH 近藤。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ストライクを取りました。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。打ちました。福田一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ご覧いただきましょう。ここで素晴らしいプレーが飛び出しました。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど、先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。ファイターズマウンドに上がるのは先発の有原。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。福田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球空振りです。ファウルです。打ちました。これはショートライナー。バッターは2番に入っている大城。まずはワンアウトを取っています。これが1球目、小さく変化させました。インコースへ大きく外れます。これが3球目。際どかったですよね。引っ張った。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには3番吉田。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。ランナースタート、ヒットエンドラン、取った。二塁送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。一塁転送はアウト。ダブルプレー、ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。
ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。2回の表ファイターズの攻撃、5番バッター中田。バファローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。変化球空振り、ノーボール2ストライク。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、取った、一塁送球。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打席には6番バッター横尾。ヒットでランナーを一塁に置いています。送ります。ファウルです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーバントしました。取りました。送りバントは失敗です。バッターは7番に入っている渡辺。ランナー送りバント失敗で打ちました。ファーストを取った。二塁を送ります。セカンドホースアウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー、ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。0対0同点です。2回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。バッターはロメロ。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うのでここは塁に出たいですよね。そうですね。ボールカウントは1ボール2ストライクです。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。掘ってワンアウトです。バッターボックスは5番モヤ。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球。最初は変化球できました。次が2球目。いい球ですね。アウトローの変化球、キレがあります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。空振り三振、ツーアウトになっています。バッターは注目のルーキー中川。ツーアウトランナーありません。初球ストライク、ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。小宮山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね、ボールも走ってるように見えますし非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。インサイド落ちました。これはどうだ、センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは中島。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。なるほど、そうですか。送ります。ファーストが取る、一塁送球アウト、ワンアウトです。送りバント、まず最初のボールを決めていきました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る。バファローズさらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には太田が入っています。さあピンチは続いています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。これで単打でも2点入ってしまいますね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。さあそしてバッターボックスにはワンボーロンが入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて、インコース詰まりました。これはサードライナー。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったファイターズですがそのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね、そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、セカンド取った、アウト、際どいタイム。
ここは相手のナイスプレーに阻まれてしまいました。まあ、これはいい守備を見せられましたよね。打席には8番バッター足立。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。低め見送りました。ストライクです。さあ3球目は何か。低めの球追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打ちました。この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。バッターは9番に入っている若月。ツーアウトになっています。さあ初球は何か。初球打ち、これはどうだ。破りました。センター前、ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー一塁。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。タイミングは合ってるんで期待できると思いますね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いて、4回の表ファイターズの攻撃。バッターは今日 DH に入っている近藤。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バファローズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターは5番中田。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。インコースへのシュート決まりません。インサイド落ちました。これはどうか。アウト、ツーアウト。バッターボックスは6番横尾。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。見送っています。ワンボールツーストライクです。大きく枠を外してきます。ここもファウルです。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。打席には2番バッター大城。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあ初球打ち、これはどうだ。取りました。アウト、ワンアウトです。打順は3番吉田。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。膝元への変化球、次が3球目。インサイド落ちました。取ってツーアウトです。バッターは今日 DH に入っているロメロ。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。この回のバファローズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、そうですよね。打ちました。大きな打球になった。左中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。うまく初球から思い切って振ってきました。モヤ、ファウルになります。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。攻め切ることができませんでした。先制点かと思われたのですが、最後は三振に倒れました。5回の表。小宮山さん、ここまでお互い譲らず投手戦となってますね。そうですね。個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。打ちました。これはファウルになりそうです。わずかに左に切れました。ファウルボール、高めのボール。打球は右中間へ。ここは打ち上げています。
ライトが取りました。打席には8番バッター清水。まあ、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ストライクです。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。打席には9番バッター中島。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはバファローズが山岡、そしてファイターズが有原、この2人の投げ合いとなっています。インコースへの変化球ストライクです。ノーボールツーストライクです。カーブすくい上げた。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。この回ファイターズ三者凡退です。0対赤星さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあそうですね、ただ今日のピッチャーの調子だとなかなか打つのは難しそうですね。そうですね、それほど今日のピッチャー調子がいいようです。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ここはうまく打ち返して出塁していきました。まあ甘い球は見逃さないですよね。打順は7番宗。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。痛烈、センターに抜けました。バファローズチャンスになります。ノーアウトランナー2塁1塁。見事なバッティングでした。リプレイ。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。そうですね、ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。3球目は何で来るか。真ん中のボール打った。スタンドファウルボール。空振り三振。前にボールを飛ばせません。ランナー二塁一塁は変わりません。さあそして打席には若月が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。初球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば先制。バックホームする。センター前ヒット。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。まあそうですよね。改めてお聞きしますが、バッターの福田、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあ状況に。ランナー飛び出している。アウト。そのままタッチしてツーアウト。2球目は何で来るか。ファウルになります。変化球打った。ファースト正面。難しいバウンドをさばいて、そのまま一塁に入ってスリーアウト。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。はい、打順は1番に帰ります。バッター西川。まあここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ノーボールツーストライク。これが3球目。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。2番バッター太田。先ほどの打席はファールフライに倒れています。山岡、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコースを厳しく攻めます。内へのシュートが外れます。打ちました。これはどうだ。三遊間抜ける。太田、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁には先制のランナー。バッターボックスにはワンボーロン。ここはエンドランも警戒しておきたいですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。打ちました。取った。二塁へ。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー背負って苦しい場面だったんですけど、よく踏ん張りましたね。ランナー出ましたが、ファイターズ得点には至りませんでした。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種バファローズの攻撃。6回の裏バファローズの攻撃。2番バッター大城。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。真ん中打ちました。これはショートライナー。打席には3番バッター吉田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。
まずはワンアウトを取っています。打った、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、スタンドには届きません。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。さあ、そしてバッターボックスにはロメロが入ります。いいバッターが続く打順ですか。また初球打ち、これは大きいぞ、頭上を越えた、先制のランナーが三塁を回った、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ先に点を取りました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。タイムリーで先制点を奪いました。ここで突き放しておきたいですよね。さあ、そしてこのチャンスで打席には5番のモヤが入っています。高めの変化球に手が出た、見送ります。高め、空振りを取りました。2ストライクと追い込んでいます。ここは見ます、フルカウントになります。ファウルボールです。3ボール2ストライク、フルカウントです。しっかり捉えた、ぐんぐん伸びる、入った、ホームラン、モヤツーランホームラン、白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0、クリーンナップから飛び出した一発になりました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。バッターボックス中川、まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる、センター掴んで2アウト。バッターボックスには7番宗、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。インサイド落ちました、これは破っていった、これでマルチヒット、2アウトランナー1塁、打順は8番足立。先ほどの打席、最後はファーストランナーヒットエンドラン、センターへ抜ける、足立、これが今日の初ヒット。さあ、そして打席には若月が入っています。さあ、追加点の欲しい場面、ここでさらに追加、ランナースタート、キャッチャー三塁送球する、三塁はタッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですが、ダブルスチール成功とはなりませんでした。勝負にいったんですけど残念でした。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。ファウルになります。さあ、3球目は何か、打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライト深いところ破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、近藤。さあ、そしてバッターボックスには中田が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですね。これは手が出ないか、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。このピンチ、空振り三振に切って取りました。バッターボックスには代打の田中。小宮山さん、なんとかしのぎたいですね。こういう場面はしっかり抑えたいですよ。そうですね。さあ、ベンチの期待に応える投球を見せてほしい。初球はストライク、ストレートが決まっています。外れました、空振り三振、ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ご覧いただきましょう、最後は内に食い込む変化球で空振りです。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあただ次のバッターが彼なんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。さあ、気をつけていきたい渡辺が打席に入っています。まあ、次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど。この球は、外れました。高め打った、セカンド正面抑えた、一塁アウト、これで3アウト。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。
ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。3対0、バファローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。7回の裏、バファローズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。石川がマウンド上に上がっています。赤星さん、ここでもう一押ししておきたいですよね。そうですね、ここで追加点が入るとグッと勝利に近づきますからね。もうちょっと離しておきたいですよね。そうですね、追加点を取ってさらにいい流れ作りたいところ。切れました、ファールボール。ワンボールワンストライクです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク、打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。アウトコース打ちました。ショートうまくさばいてツーアウトになりました。バッターボックスは2番大城。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど当たりは良かったですよね。調子は悪くなさそうなんで今度やってくれるかもしれませんね。そうですね。ツーアウトランナーありません。次が3球目ファウルになります。引っ張った、三塁線破っていった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには3番吉田。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ノーボールツーストライクです。打ちました、これはどうだ。田中一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。8回まで来ました。追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックスは8番清水。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。バファローズリードで迎える8回です。引っ張った、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は9番中島。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これで追い込みました。まあ次はボールになってもいいくらいの気持ちで。インサイド打ち上げました、センターへ、伸びがありません。センターが取りました。現在のピッチャー打順は1番に帰ります。バッター西川、今日は盗塁が一つあります。ワンアウトになっています。インサイド落ちました、切れていきます、ファウル。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。打ちました、弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました、ツーアウトです。バッターボックス太田、先ほどの打席でヒットを放っています。打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、ショート取った、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席にはワンボーロンが入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まあここを抑えることで勝利はぐっと近づきますから、ここは抑えないといけませんね。なるほど、そうです。バファローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の榊原。まず大きく外れてボールになりました。外れました。3球目は何で来るか。外へのストライク。高めのボール打った。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。反撃は許しませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球は何で来るか。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて満々中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3。さあバファローズ
追加点のチャンスを迎えています。ここで追加点を挙げて勝負を決めたいですよね。なるほど、そうですね。まあストレート打っていった、大きいぞ、右中間破っていきました。ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ追加点4。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いやー理想。初球ティー、打球はセンターへ、センターライナー掴んでまずワンアウトです。二塁送球アウト、ダブルプレー。7番バッター宗、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回、9回の表、試合は最終回まで来ました。追いかけるファイターズの攻撃、バッターは DH 近藤、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打、打ちました、大城、アウト、ワンアウトです。打席には5番バッター中田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。大城が掴んで2アウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほども打ちました、ショートの横抜けた、2アウトランナー1塁、バッターボックスは7番渡辺、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。まあ、キャッチャー強肩ですからランナーも警戒してると思いますね。3球目打ちました、内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。試合を制したのはオリックスバファローズです。小宮山さん、最後は余裕の展開での勝利となりました。いかがですか。そうですね、もう本当にベンチ もう安心して見てられたというような内容じゃないですかね。そうですね、まさに強さを見せつける格好になりました。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。またのご来場心よりお待ちしております。皆さんありがとうございました。